アメリカ女子プロサッカーは2009年3月29日に開幕したアメリカ合衆国内でトップに位置する女子サッカーのプロフェッショナルリーグである。それ自体が独立したリーグであるため、アセル、W リーグなど国内に既存する他のサッカーリーグとの昇降格の制度はない。2009年度は7クラブが参戦し、プレイオフの結果スカイブルー FC が初代チャンピオンとなった。 2009年度限りで、ロサンゼルスソルの撤退に伴い一時6クラブとなったが、アトランタビートとフィラデルフィアインディペンデンスの2クラブが新規参入し、2010年度は全8クラブでリーグ戦が行われた。2011年度はセントルイスアスレティカ、FC ゴールドプライド、シカゴレッドスターズ撤退したが、ウエスタンニューヨークフラッシュ参入したため、全6クラブで行われた。 なお2012年シーズンは開催を休止、2013年シーズンによりナショナルウーマンズサッカーリーグなる新リーグを創設することになった。3シーズン続いてきたウサが2003年に休止した。同年9月、ウサ再編委員会が結成され、2004年11月に特定非営利活動法人女子サッカー指導組織を設立するという結論に至った。この法人は、 アメリカ国内における女子サッカーのあらゆる側面について、奨励支援助するという目的を示したが、その中の一つに、プロリーグを新たに設立することも含まれていた。2004年、2005年とウサの再スタートが、試みられたが失敗に終わった。2006年6月、ワジーは2008年度シーズンにリーグを再スタートすると声明を出した。同年12月、 7つのクラブのオーナー、経営者と合意に達したとの声明が出された。シカゴセントルイスダラスロサンゼルスワシントン、そして発表時は不詳であった2都市のクラブである。2008年5月27日、リーグ側より、2010年度より、フィラデルフィアのクラブが、参入予定の旨が発表された。そのクラブは MLS に2010年度より、参入予定のクラブ、 フィラデルフィアユニオンと施設を共有することになっていた。しかしリーグ側はなおも開幕年の2009年度から参入できる8つ目のクラブを加えることを考えていた。2008年8月9日時点で8チーム目はサンディエゴをホームタウンとすると仮発表がなされていた。2007年9月、リーグ開幕予定時期が2008年春から2009年に先送りされた。 2007フィファ女子、ワールドカップや北京五輪と日程が重複する事態を避けるためであり、また経営が軌道に乗るための準備を全クラブが確実に行えるようにするためであった。2008年1月17日、リーグの名称、アメリカ女子、プロサッカーとミアハムのシルエットを用いてデザインされたロゴマークが発表された。2008年9月より、 参入が予定されるであろう。選手たち、各クラブへと割り当てる作業がスタートした。アメリカ代表選手は、1クラブあたり3名ずつ割り振られることとなり、過去に所属していたクラブや出身地、現在住地などが考慮された結果、以下のように割り当てられることとなり、9月16日に正式に発表された、一週間後の9月24日、WPS 国際ドラフトが開催された。 国外の代表選手たちについて、各クラブは4人ずつ指名し、優先的に入団交渉を行うことができた。ただしこのドラフトは指名される側の代表選手たちや、彼女たちの所属クラブ側に事前に了承を得る形ではなく、WPS 所属クラブ側からの一方的な指名である。ドラフトの指名順位は、各クラブに割り当てられた指導者たちの投票により、決定された。 10月6日には国内選手及び国内クラブ所属外国人選手を対象とした一般ドラフトが、翌2009年1月には新卒選手及び一般ドラフト非対象選手を対象としたドラフトが開催された。2月には各クラブが独自にトライアウトを開催し、これをもって2009年度登録選手が決定した。リーグの CEO である東にアントネス氏は、 高収入を見込んだり、トップダウン方式による運営方針を取っていた嘘と違い、WPS は地域密着、草の根のアプローチとゆっくりと堅実にリーグを成長させていくためのアプローチを行うつもりであると100万ドルもの損失を出したウサの例を引用しながら語っている。彼女はまた、WPS はマーケティングの関係から MLS と密接な関係を作っていくとも語っている。またこれにより人件費、施設費を削減できたため、開幕年の予算は1クラブにつき250万ドルで済んでいるという、ケーブルテレビ局の FOX サッカーチャンネル及び FOX ス,スポーツエンエスパニョールが放映権を獲得し、毎週日曜日夜にリーグ戦とオールスターゲームを放送することとなった。 また、フォックススポーツネットと共同で、プレイオフの準決勝及び決勝戦が放送される、形となった。ローカル局のいくつかも、試合の中継や、録画放送を行っている。2011年度、w p s 所属クラブの分布。いずれも、個人対象の賞が6部門を受けられた。ありがとうございます。